はい、テストテスト、もう始まってる感じかな。はい、こんました。いろいろね、大変なんですよ。あ、本ですか。あさってですね、8月11日秋葉原イージースポーツスクエアさんにて開催、夏といえばですね、スーパーストリートファイター 2X3-on-3 大会の XS とのくじ引き大会。はい、ということでこれね、ね、ABCD ブロック、まあ、4ブロックですね。当日枠は今回1個しかないです。なぜなら48人、まあほぼほぼもう絞りかす結構出てると思うのでね、2個3個あってもエントリーした段階でじゃあ出れちゃいますだとね、それはあれだと思ったんで、あえてそのレア感を出したかったので1個 D ブロックの下になってます。で今回は大まかに分類するとなんですけども、名古屋チームが4チームなので、ABCD それぞれに分かれさせます。で大阪チームが、まあ、大阪の人間を含むになるんですけど、大阪チームが6つあるので、1111で1212だね。1ブロックにつき大阪チームが1個のとこブロックと2個のブロック、まあそれぞれは A と C が2個ずつ、大阪が2個ずつで、 B と D が大阪が1個ずつな感じになってます。であとは仙台、宮城ですね、宮城からの方々が2チームと、海外からの方々が2チームとあるので、仙台と海外の枠でそれぞれ1個ずつ割り振ってあります。とあとはあれですね、九州と吉備、岡山ですね、と静岡と、あとはごめんなさい、どこがホーム厳選かちょっとわからない方のところでちょうど4つに割り振れたので、先にこの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18チーム分のその関東圏以外の18チームのくじ引きを先にしちゃいます。ということで、まあ分かりやすくはですね、まず名古屋チーム4チームあるので、今名古屋 A に名古屋1、B に名古屋2というふうに一応汚いんですけど、字がね、これ昨日僕と長澤さんとで一生懸命これが一番無難じゃないかみたいな感じで割り振りをね、すごい考えた、もう血と涙だと汗の結晶ですね。なんせ朝4時ですからね、朝4時まで、しかも外でそうベンチで、あここは外で配信とかなんか新しくないみたいな感じなんだけどね、2人揃ってね、ツイッチもなんかあれこれ携帯からじゃ配信できなくねみたいな感じのね、なんだよみたいな感じのでこうなりました。のでじゃあ名古屋の4チームをじゃあくじ引きといえばくじ引き神、映ってないよ、うちここだよカメラ。はい、くじ引き神、くじ引き神、くじ引き神、くじ引きのこれはね、僕ちゃんと前もってね、はい、順番、これ札があるんですけど、これね、決めてるんですよね。はい、じゃあ名古屋のちょっと待ってくださいね、名古屋の4つを今いっぱいですね。なんかコメントとか来てるのかな。はい、とりあえず名古屋チーム4つ、一応ね、くじ引きの順番的にはエントリーしたのが数字若い順、まあ、簡単に案内していきますね。そこって名古屋かみたいな感じなんですけど、名古屋、大阪の方が人数参加エントリー多いのと、あと名古屋はまあ、正直あれですよね、大阪、名古屋、関東、その他の地域に比べてプレイヤー人口がそんなに多くない中で1回戦、せっかくわざわざ来て当たっちゃうのは寒いと思ったので、名古屋チーム、名古屋人のいるチームがちょうど4つだったので、もう強制的に名古屋扱いにしちゃいました。1チーム目が週刊連載始めました魔王、江戸、西尾、これは魔王のせいで名古屋扱いです。大阪ではなくお前らは名古屋人です。わかりましたか。西尾君も3分の2大阪だけど君たちは名古屋人です。次、通じ、元祖感謝の政権好き、通じ、田坂、カメラ屋、ここも田坂さんの名古屋、大阪、通じ、カメラ屋、名古屋です。確かに名古屋です。次、
武装戦線パート2オペマイ4代目後藤、まあここはあれですね、もういいっすわ、いいっすわ、いいかいいかいいか楽ですわ、綺麗なチームよう、こんなチーム組んだろお前ら。で最後ですね、はい、カテゴリー 7A フジモンふたちゃんゆうべが、ここもね、え、大阪、いや、ふたちゃんいるので、名古屋です。ゆうべがの名古屋住んだことないかもしれないけど、ゆうべがも名古屋です。フジモンは、ね、一時期名古屋いましたからね。まあここも名古屋、うん、まあそうですね、石川ですからね。もうゆうべがさんももう立派な名古屋人ということでよろしくお願いします。下地はそこの、1、2、3、4です。俺後から引っ張ったからないかな、大丈夫かな。もうじゃあまずこの先ほど紹介した順ですね、この17番週刊連載始めましたが名古屋、まあこう今の状況ではね、こうどこと当たるか関係ないんで別にどこに行っても同じだとは思うんですが、さあじゃあセロテープさん、にゃん、あ、こっちです。はい、2番 B ブロック、 B ブロックの B ブロックに行ったので大阪チームは1個しかないです。そう、大阪チームがね2個入ってるブロック、その A ブロックと C ブロックっていうのは、まあ、正直嫌が多でも、あれですよね、結構厳しいブロックになるんじゃないかなと思いますね。じゃあ次、元祖感謝の政権好き、富樫金払えみたいな。はーい、にゃん。さあ1番、あ、大阪、通じ大阪だっつうの、なんでそこ引くかな。はい、そこですね、そこゼロ回線あるところですね。あの、そう、名古屋のところはあのゼロ回線ある枠とゼロ回線ない枠とで、それぞれ4つになってまして、 B と D はゼロ回線ない枠です。で、A と C はゼロ回線ある枠です。さあ、次が武装戦線パート2オペマイ4代目後藤。はい、3番。3番またお前大阪。ここですね。さあ、ゼロ回線あるとかして、まあゼロ回線あってもここ無駄だろ、ゼロ回線。じゃあ残ったカテゴリー7、藤本ふたちゃん、ゆうべがに関してはくじ引きする権利なしということで、またゆうべがさんあれですね、得意の当日枠あるブロック、ゆうべがさんといえば当日枠が近い。これね、これね、毎回ね、僕ね、怒られるんですよ。今見た通りくじ引きしてんのに怒られるんですよ。そうですね。じゃあ次ですね、次はじゃあ大阪やる前に間ね、先にその仙台と海外のとこやっちゃいましょうね。4つ仙台と海外、はい、4つ、はい、じゃあまずあ、そうですね、そのまま4枚いきましょう。お、これ数字若い順でいきましょうかね。はい、じゃあまず1個目、仙台ゲーム、これなんだ、じゃあまだ超バーチャファイターストツーブ、超バーチャファイターゲームセンター嵐、ゴリラ駆けつけで大黒茶ということで、ゴリラ影助くんがわざわざ仙台から来てくれるということで、全員仙台人、紹介先ですか、全員仙台。次、ウルトラゴッツァンです、仮面人ウルトラマリオ、ベンダくんは、ベンダさんが仙台という永田正月からのリークにより仙台人に3人とも、仮面人さん、どう見ても仮面人さん西だと思うんだけど仙台人、ウルトラマリオさんも仙台人、仙台人、これからはツイッターのプロフィールとかで仙台人ですと、よろしくお願いします。笹かまぼこ食べてですね。で、この2つと、あとは今回はですね、一番ゲストじゃないでしょうかね、アメリカ、お、アメリカ、カリフォルニアからアフロレジェンド DJ、 リズワン、ベガにウルトラコンボ、エッサガット、いやー3人とも強いですね。特にアフロレジェンドはね、初の海外、そうですね、あ、そうです、ウルトラコンボもそうですね、初の海外、今日ここに来てくれるという噂もあったんですが、パスポートをようやっと取得したことにより、初めての海外旅行を選んだ先がアフロレジェンドは、もう心底リスペクトしている日本人。今回8月8か9かに日本に着くと、そこから2週間ぐらいいるとおっしゃっていたので、どっかしらで見かけたら対戦いっぱいやってあげてください。だって日本に来て私はとにかく勉強をしてもらう気でいると、すごい謙虚です。よし、握手してので、まあ明日小物道もありますしね、アフロレジェンドさん、リズワンさん、ウルトラコンボさん3人見かけたら対戦しましょうみたいな感じで誘ってあげてください。あ、そうですね、うん、で次、ここがパエリアください、これ僕がコメントしたあれですよね。ここはスペインからヨガボーイとゴイコ、
のブランカリュウが2人で、あと1人が3日ないんだよねみたいな感じで僕にあの来てた時に、じゃあ2人でエントリー、明日エントリーしとくよって。で、ちょっとそれの宣伝のために僕が引用リツイートでスペインからのチーム2人と組んでパエリア食おうぜと言ったら、フランス人のニコが、パエリア食いたいですみたいな勝手に食えよってということで、フランス、スペイン合同チームですね。さあここで海外にも仙台に、あれこれ今マイク飛んだかな。で、じゃあこれは回転でそのまま行きましょうね。はい、じゃあまず1個目、超 VF 突。はい、さあどこに行く。2番。さあ週刊連載始めました、魔王のいるとこですね。まあ違う、全逆側なのであれですけど、ここです。はいはい、はい、じゃあ次、カリフォルニアコネクション海外チームは、はい、4番。お前殺す気か。当日枠近いところ、これセロテープあれだな、この外人は結構本気で来るぞ外人は結構本気で来るぞアメリカ銃社会だよ、しかもゼロ回線ありですからねあ、海外の人って日本で銃撃てるのいや、どうでしょうね。まあ多分その気になったら意図はないと思いますよさあ次3番目、ウルトラゴッツさんです。仮面人ウルトラマリオ、はい、ベンダさんは3番はここか。はいはい、とで最後が、最後がここですね。じゃあ最後がパエリアくださいと。パエリア、そう俺スペインでさ思いつくのがパエリアしかなかったんでなんかね、サグラダ・ファミリア登るせって、いや俺らが行ってどうすんだよみたいな感じでください。ね、さあということでこれで触れたので、じゃあ次が大阪は取っときましょうね、最後まで。ちょっと待ってくださいね、その前にこれだなそれ以外の大阪以外の遠征チーム、仙台でもなくて、はい、仙台でもなくチームでもなく大阪でもない遠征チーム、海外でもなく、海外でもなく、はい、が、あ、沖縄ですとか北海道ですとか、ない、そうですね、それそれ残念ながらいないんですけどもね。はい、がこれがSSS、 のび太 S ザンギエフ、ヌルポが S 県で、永田正月ということで、こちら九州ですね。あ、永田さんもついに九州人に。それ永田正月、九州生まれついての九州人ですからね、九州、はい、九州人で五アス語彙力低いな、五アスって言ったよこの人は。で次、お昼ご飯は大体カレー、カナリア、サベ、カーソン。ごめんなさい、ここがね、普段どこがメインというかそれでやってる方なのかちょっと分かりかねてしまったので、でちょうど1枠もう1個どっか遠征チームがあったら助かるよねみたいな感じで、ごめんなさい入れさせてもらいました。で3つ目、静岡ですね。ミラクルドームラストさん、ミサ一駅、マグロ、ワニ系、これ静岡ってことですかね。静岡ですね、ここはね。はい、で桃太郎何みたいな感じの、これもちろん岡山ですね。ですね、 TY さんにキビダルさんで、コウさん、アラさん、アラさんですね、失礼。はい、でじゃあこの4チームを、じゃあ1234、これはもうあれですね、遠遠1234って書いてありますね、遠征の1234です。じゃあ引いていきましょう。じゃあ SSS から、じゃあ SSS、 ここ SSS、 ちょっと待って SSS はね、多分ね、どこいいですかね、遠征の4番とか引くと多分漏れなく永田正月から引っ張られるんじゃないかな。2ちゃんいて、藤もいて、あえて4番ね、4番、これだ。なんでこれだって、本当に引いた、本当に引いた、天才、天才現るこれだとか言って本当に引きましたね。え、なんかチェックしてたの。あ、いや別に、なんか、いや本当に引く本当に引く、いけますって。じゃあ次ですね、はい、じゃあはい、お昼ご飯は大体カレー、ここは、まあ、本当に引くかね2番、はい、はい、2番ですね、ここですね、はいこれだっていうカード引く前にこれだなみたいな感じで、なんでなかなかやりますね、セロテープさん。じゃあ次、ミラクルドームラストさん、静岡チーム、さあ、はい、あちら3番はここですね、はい、さあじゃあ残るのは大阪チームと呼ばれる 6チーム、これがもう、ね、ここが1番、岡山チームが遠征の1番、まあ、ゼロ回戦がないので、ね、試合は一番最初ではないです。今んとこあれか、あ、そうか、まだあれだね、そう、どこが第1試合で決まってないね。じゃあ次、大阪の6個、
はい、ということで、じゃあ大阪の6チームがまず1個目、ナンバー8、一番、まあ、とりあえずエントリー若い順番に言ってきますと、ミドリムシ、で、マツン、懐かしいですね。そうですね、本当はね、2年後、2021年に組んで、ミドリムシ10周年みたいでやろうと思ったんですけど、そこまで生きてる保証がないのと、あと、もう年号か、私、今年でよくねみたいな、なるほど。そんなノリで、久々に組みました。9年ぶりですね。いや、あ、9年ぶりだね。8年ぶり。そうですね、KKY さんが大阪ということで、そのためだけにチームに。え、そういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、ミドリムシ、大阪チーム扱いです。で、次、黄色イーソー、黄色一色って読めばいいのかね、難しいね、オーイーソーって読めばいいのかな、ハジ、DJ、セオ、チュンディ、アラバマ、バイソン、ここ汚ねえな、これね、アラバマ君の北海道っていうのも考えたんだけども、はい、ちょっと大阪がね、なるべく被らないようにするということで、ハジ君の大阪を優先して考えさせていただきました。まあ、アラバマ君、北海道はね、別にどこと当たっても被ることがないのが分かっていたので、なので、こちらは関東、大阪、北海道。超混合チームですね。しかも素晴らしく強いチームだと思います。強いっすね。次、Xカウントの負け犬。10カウント。あ、10カウントか、失礼。そうですね、10カウント。安藤、ダルシム、高志京、S剣、和田、サガットですね。ここも純正大阪ですね。10カウントで活躍なさった皆様。で、次、泣きの龍太郎に見せられし者たち。松ブランカ、クスモンド、軍勢。ここもですね、まあ見せられてはいないんじゃないかな、3人ともね。まあ純粋な大阪チームです。玉なしですね、ブランカ、ザンギ、ホンダ。ああこれ川地っ子思い出すよ。そうですね、これ相変わらずコーヒーチームですね。はい、で次、大会の一発勝負は不安よな、おじ動きますか、来年って今年動けよ。てっぺい、滋賀県、ホンダ、フォンダ。フォンダ、はい、これはですね、てっぺくん、てっぺちゃんがいるですね。で、滋賀県はこの間ヤングタイプ優勝してますね。で、フォンダさんはで、フォンダさんは今をときめく天王寺パスカ、で、素晴らしいキャミー使いだと噂に聞こえてます。すごい楽しみです。で、最後、増税前の刹那、小高、中村、紫。まあ、これ紫がいるので大阪と、はい、いうことですね。うん、まあ、できればこれ中村、まあ、一応チーム、まあ、今現状は関東に住んでると、できればチューブさ、何でしたっけ、静岡かとは被らないように藤井がうまく引ければなと思いますが、そこら辺はちょっと運なので、まあ、1回戦では当たらないのでね、勘弁をっていうところですね。したら、じゃあ、いや、引かれんのが都合悪いんだろうな。まあいいや、セロ好きなとこ引けよ。あ、まあちょっと待って、冷静に考えさせて、はい、冷静に考えさせて、冷静に。いいですよ、カメラに映ってないところで、ちょろっと何かいただければ多少融通しね。いや、でもどこも、いやー、いやー、まあまあまあ、いや、まあ、CD がやだな、 CD がやだな、やっぱな、なんだかんだな、フジモン、フタちゃん、ユーベガと、オペマイ、4代目、後藤。あー、そうですね、うん、まあ4代目、一応ね、4代目はね、KKY ちゃんがちゃんと働けば、あのちゃんと働けば、KKY ちゃんがでも期待値若干低めなので、あんまりね、そんな感じです。じゃあ一番1から6まで見ててもらいましょう、ね、さあ、どこ引く、 AB がいいんだっけ。どこでもいいです、もう好きなとこ引いてください。はい、5番、1、2、3、4、5、死ね、死ねかす。お前だから、オペ山4代目って話したばっかだろ。いや、まあ、ここよりいいじゃん、ちょっと遠くなったからね。ほんのほん、これちょっとお前、ちょっと髪の毛短くなったけど、お前もうさらにもう一回丸坊主にするぞ。ほんとに次、大磯、まあまあ、あんまり考えずにね、これなんか引いてくれって感じなんで。はい、3番、そう、何気に大磯やらだったんだよね、離れてくれてよかったな。何気に、ここですね、大阪3番。そう、結構ね、そこね、嫌だったんですよね。強いアラバマはきついですね。そう、強いですからね、キャラクター的にもあるし。じゃあ次、10カウント10カウントさんは、はい、2番。2番、あ、なんもないとこですね、今のとこね。
阪のこれですね。よいしょ。はい。じゃあ次が泣きの龍太郎。龍太郎に見せられし者たち。4番。あ、あるね。あるね。あるね。いいとこ引いたね。いいとこ引いたね。お、ここやってくれるんじゃないですか。いいところを引いたね。まだ。でも、そうですね。まあそうですね。はい、次。大会一発勝負は不安ようなおじ動きます。6番。さあ、ここですね。お、アフロレジェンドのところで近いじゃないですか。てっぺいちゃん。そうですね。あ、そうか、下のブロックか、こっち。はい、じゃあラスト。増税前の切断。小高のとこは、はい、あっちですね。ここは第1試合になると思うんですね。ああ、第1試合。小高、中村、紫が、今回のエストの、ファースト。の片っぽを担うことになりましたね。さあ、したらそれ以降はちょっと待って、番号を振ってった方がいいね。ここで今何番になっちゃうの、次のはっていうのがだるいので、ちょっと待ってくださいね。余ったスペースに番号を適当に振ってきます。次が30個あるので、30個だから、実際何話書いてんの。1234567811234567788だね。7878。黒の7。あ、まだあれ全部ハートスペード全部使わなきゃダメだね。じゃあ振ってきますね、適当に。そうです、7878です。ちょっと待って、番号今振りますね。あっ、すごくわかるでしょうかね。すごいあれですね、速やかに引かれました。黒のスペードがA ブロックですね。スペードが A ブロックで1から7まで。で、B ブロックがダイヤで1から8まで。で、C ブロックがクラブの1から7まで。で、D ブロックがハート。D ブロック、ダイヤブロックでダイヤが良かったね。で、ハートの1から8まで。ということで、ハートの8番は当日枠。と当たるので、実際今日では相手が誰だかわからないというブロックになります。あっち次からじゃあくじ引いて、そのまま間にチームの紹介も軽くしていきましょう。じゃあエントリー順番、若い順番にやっていきます。まず一番最初、深谷ロボット。はい、白本田、破天荒太郎、もう仲良し3人ですね。今日も破天荒さん来てくれてますね。リュウ、本田、バルログと、はい、どこがいいですか。はい、じゃあくじを、そうですね、シェロ様。じゃあ当日予選が嫌だと。はい、当日予選がいいと。逆にハートの8ですね。そうですね、ハートのこんだけあるとさすがに探すのが、探すってなんだ。あ、ごめんなさい、こっちです。惜しい、ダイヤ7 ダイヤ7 ここですね。色は合っていた、色は近かった。さあ、惜しいってなんだよな。惜しいってなんだよ。さあ、じゃあ、深いロボットはここになります。まだ1回戦、試合決まってるとこないですね。次、プチモリ、大森、蒲田かな、大森かな、のチームですね。BM、ネモ、鈴鹿、プチモリ。はいはい。ここもなかなか。はい、クラブの5、ここですね。あー、結構めんどくせえな。あー、そこ来ちゃう。松尾さんのとこ近いですね。近いなー。そう、きついんだよ。確かに MB さんはね、大会ではなかなか当たりたくない。そうですね。じゃあ次、大福丸、ユーズル草、黒いワン、ユーズル草、
草さん、草さんどこがいいですか。草さんは、草さんはあれですよ、あのフジモン隣の、ね、あのオペ前に隣とかです。クローバーの3とかいいよ。クローバーの3はこの1個上か。はや早く、なんでこれか。はい、ダイヤの3、いや数字は合っていた。ダイヤの3、はい。あ、マオニャンの近くじゃん。お、マオニャンの近くだ。さあ、さあ次、新ヒデハウス。ここ鬱陶しいですね。ヒデ焼き鳥、川又、新ヒデハウス。さあ何番、スペードの2番、スペニー。お、小高のところ近いですね。でもその前にあいつ、あの感謝の聖剣好き、これ気になりますね。まだ見たところどこがですとかいう感じでもない。まあ今のところはあれですね、まだそこまで。次ラウンドアバウト、 A4 ジャイ店長。ここちょっとこれジャイの仕上がり次第なんだよな、ここはな。最近そんなにやってないんじゃないのかしら。じゃあ、はい、この辺でダイヤの4、ダイヤの4、あ、1回戦決まりましたね。お、ユーズル草黒いワンと A4、 また A4 とユーズルって地元も地元だね。これ黒いワンジャイって言ったらあれじゃないですかね。ああ、この間のね、この間の噂の、はい、キャラクター的にはキャラクター的にはチュンリーで DJ 大福丸。いやでもじゃあダルシムいるからな、どうなんだろうね。なかなかの状態カード、はい、とりあえず一番最初決まったのはここですね。はい、次 TMF ネットワーク、コテマキリ TMF、 おサガット兼ザンギフ、はい、はい、ハートの2番、ハートの2番、あ、ここですね。まだ決まんないですね。ね、ちょっとセロテープさん引っ張りますね。まあまあぼちぼち、この辺から次ぬか漬け3年目、いや25年目とか、あのぬか漬けのところですね。そうですね、アステカ U ジェネティ、はい、あ、じゃあここちょっとかわいそうなんで楽なところ。いや別にわかんねん。さあスペードの1番、さあ紫開幕試合、はい、決まりましたね。開幕試合一番低いところでやってんじゃん。U アステカジェネティ対小高商店中村紫が エストエクセスト2019第1試合、殺しに行きましたね。多分喜んでくれてると思うんで、殺しに行きましたね。多分あの今 LINE とかバンバン来ますよ。じゃあ次、家系苗場我流清水、あ、苗場さんのところですね。バーベキュー楽しみにしてます。ここ本当にサービスしないといい肉も食べさせてもらえない。ちょ、うるさいな。さあクラブの6、ここですね。まだ決まらないですね。はい、次と春木春瓶もみじ屋半裸族、お、高校生、よいしょ、はい、はい、ハートの6、まだ決まらないですね。まだ 2個しか決まってないけど組み合わせ、そうですね。次焦げてもあるよ、エクスパーミア天才チンパンジー、エクスパー先生のいる、はい、クラブの3、クラブさあ決まりましたね。オペマイン、ああ、いやいや、じゃあこけてもあるんだから、あるこけてもあるんだから、あるよ、多分いっぱいこけると思うけど、ひょーみたいな感じのとか、アパカーみたいな感じのとか、いっぱいこけると思うけどあるから、はいはいはい。次試練一戦、なんかセロテープの割にはなんか普通の名前だな。デレローセロテープ吐く、まあいいか適当に。お前この流れだったらあれだろ、これそうだね、ここあ、じゃあ僕このカナリアさん、サベさん、いやいやいや、な、こことかいいんじゃん。クスモン、ホンダに対してザンギとかさ、なんか楽なとこないかな。いや、いいから早く引け、押してんの時間、はいはい、ハートの5、決まった。半裸族、ビン、モミジ、あ、これあれですね、あのアニコレ、まだ初心者枠ですね。アニコレ勢とか、高校生なんでそれ、微妙に嬉しそうな顔してるんだ。いや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 、なんで嬉しそうな顔してるんだ、こいつ鬱陶しいな、これ本当に胸借りるつもりで頑張るんで。はい、次、ガムシャルジャパン、闘魂カーシム、ミルキー、お引くよ引くよ、どこへどこへ、はよ、バルログ、ダイヤの1、はい、決まりませんね、まだです。でも、マオニャンのいるブロックだね。はい、次ホワイト企業、ストマックもみも分賃、白、全然ブラックですからね、黒いよー、はい、スペードの7、スペ7、お前結構粘るね、
結構粘るね、セロテープさんね。怖いと聞いよ。はい、次が、45度、90度、180度、小右衛門、津村、中地。ここはダイヤの5。まだ決まんの？お前、引っ張るな。引っ張るね。さあ次、チーム無敵時間、坂本、矢野智之、星野小鉄、ノーモーションですね。ここ確かあれですね、おごられくん入るたびに一芸やってくれるっていう、うん、はい、ダイヤの8。あ、ロボット、あ、ここにいいじゃん、はい、白本田さんとですね。これはいい、うん、ここいい、ここロボット勢対決っぽいところありますね。いい感じになりましたね。ここは見せ場が結構、うん、あ、はい、次、自腹切り配信、エクスチェンジャー、万学、片つむり、しまちょ、女子2人。女子2人。じゃあ、まあ、あの、多分相手が困るところに。はい。ハートの7。当日、あ、これ、あ、海外枠、美味しい。海外の連中は忖度ないからね。忖度で言葉ないんじゃないかな。レディーファーストの国から来るわけではない。頑張ってほしいですね。はい、じゃあ次、はい、623カーニバル、篠兄、前村、小鉄。当たりたくはないですね。ハートの3。決まんないな、お前粘るな、ほんとに。なん今回こんな、なんかじわじわ攻めんの。だってまだここさ、決まってないとこあるわけだよ、ここに逃げられたら。なかなか決まんない、ね、他はほぼほぼ決まりそうですけどね。さあ次、グッチ界、鈴木グッチ沼。、まあ、よいしょ、ペロンスペードね。お前なんでそこ引くんだよ、決まんないとこって。なんでそこ行く、じっくりね、じっくり。なんで唯一そこまだ逃げれるでしょっていうとこ引くか。もう逃げ道ないね。もう逃げない、もう絶対逃げられない、ね、もう逃げ道ないね。はい、と毎月第2日曜ヴァンパイアハンター大会、ハンターハンター、ペルオー2回転、グリグラ。え、あれ新日、あれだってか、なんかあのガムシャラだよ。はぁ、スペードの3、惜しい。感謝の政権好き、通じを指定対決じゃないですか。通じ田坂カメラ屋。なんかまた通じさんみたいな感じで。まあそうですね、暴れないんですよ。さあ次、ホムラ帰り、それあんたの足だよ、ホムラ帰り。福山さんとこですね。福山さんですね。福山手富士。はい、ハートの8。あ、当日枠。いやどこが来るのか。これね、藤君はね、こういう他あの東大戦以外の大きい大会初参加なので、もうちょっと伸び伸びやらしたかったですけどね。さあ次、ピロシ金子とも、1982年度組。お、同年代チーム。死ね死ねって。ダイヤの6。そうですね、ダイヤの6は小右衛門のとこですね。小右衛門、津村、中地。小右衛門、津村、中地。あー、でも小右衛門本題嫌がるんじゃないでしょうかね。ね、で、龍いて帰って結構、まあ、うん、出し方ですね、結構、まあ、出し方ですね。じゃあ次、アジャコング、ラウール、ペコ、A、龍、S、ケン、ガイル。よいしょ、ハートの4番。ここ、はい、白2、あ、S キャラ対決ですね。 S サガット、S 龍と S ケン。これキャラだけで見たら S サガット、S 龍、バルログ結構ヤバいチームですけどね。そうですね。はい、次、給食費未納、払いなはれ。はい、ハイビギ、ハーレストホンダ、ハーレストボーイで、あの、お湯。よいしょ。さあ、クラブの4。あ、うちじゃないですか。うちじゃない、あ、違う、BM のとこだ。ちょ、これ、頑張って倒してくんないかな。倒してくんないかな。ちょっと、お前、BM ね、もう、お前、ちょっと、もう、お前らも十分頑張ったろ。これから若者の時代だぞ。ハーレストボーイ君とか、多分、お前らの年齢の半分ぐらいだぞ。そんなことねえな。さあ次、 SNS 中野フロンターボ加藤。ああ、募集してダルシム、ね、ホンダ DJ。 え、よいしょ。はい、スペードの5。はい、グッチ会。いやあ、でもキャンミ、あ、バイソンね、ザンギと、あ、でもうまく合わさればうまく行けば、あ、ダルシム、キャビーじゃなくてダルシムなのか。中野さんダルシムなんですね。まあまあまあ、ワンチャンあるっちゃあるね。はい、次、荒野行こうや、隊長、猪子、多分これ猪俣音だと思うんだけどさ、と銀座セレブ兼銀座セレブ。はい、
はい、スペードの6。はい、ここでホワイト企業、シロ君と文鎮とモミオ、ザンギフェイロン・リュウに対してザンギホーク剣。いやー、なんでザンギ被るかね。ザンギ結構エントリー多いですからね。そうですね。さあ、ぼちぼち、あ、A は埋まりましたね。さあ、次ですね、久し会、ハイジン・トモザ・シャル。よいしょ。はい、ダイヤル2。ここですね。ダイヤル2は、これはガムシャラジャパンとぶつかるんですね。これガムジャパバーサス、ここも結構バーサスじゃない、そのカワシムとトモザでシャル、ハイジン、うん、結構ビジが立っちゃいましたね。さあ、川崎白虎大、吉尾、ハイタニ、安藤、スト5。ハイタニ出てくれるんですね。はい、クラブの2はここか。ああ、1回戦ないですね。じゃあ0回戦がないわけですね。こけてもか、こけてもか、これきついな。いやきついな、これ。いや、吉尾先生が。そうですね、こけて、いや、でもこけてもあるわけですから。あるわけですからね。うん、はい、次が、スーパーマスミ、03。あ、03ですね。向井、壁、山頂、林マスミ。ありがとうございます。はい。はい、ハートの1。これですね。TMF ネットワーク、マキリ。これ、サガット兼ザンギーフに対し、ダルシム・バルドグ・エッサガット、強烈だね。確か今日エッサガットの出し方を教わってましたので、そうですね、出せないと即負けですが、これ、たまたまそのエスキャラミスったらうんぬんって話になってましたけど、通常の他のキャラクターでも、気持ちが焦ってスタートボタン連打しちゃって、茶色い竜とか、黄色い剣とか出ても失格ですからね。ちゃんとゆっくり、キャラクター選びするときぐらい心のゆとり持って、普通に選んでくださいね。焦って、ペロンとか、あ、間違っちゃったんですけど、お疲れっなるので、そんなんで負けるのは悔しいですからね。ちゃんとやりましょうね。残った2箇所が C ブロック。C ブロック。泣きの龍太郎のところか。と、0回戦。0回戦ありかなしかですね。家系と当たるか。いや、両方とも0回戦ですね。あ、失礼。両方とも0回戦ですね。大阪チームと当たるか。家系ラーメンチームですね、と当たるか。まあ、残っているのは03と赤い刀ぬこみわプロジェクト、一番最年少ですね、中学生チーム。水宮君がいるところですね。はい、さあ、じゃあ、引くのが、これはこれは、まあ、そう、47番からですね。青汁チームは選択権がないです。じゃあこっち、さあ、引いたのはぬこみわが、さあ、泣きの竜、こっちに行きました。泣きの竜太郎ですね。でというわけで、ここですね、ゼロか、ゼロ戦は。青汁さん、猪狩さん、バージョンさんが。と、苗場、我流、清水君というところになりました。さあ、これでくじ引き全部終了しましたね。さあ、バーッと見ていきましょうね。どこがどうなのよと。ありがとうございました。ちょっとじゃあ、奈良さん、借りますか。いやー、これ、あれですよ、セルテープさん、無事に帰れると思わないでくださいね。家まで結構遠いですからね。終電間際であれだよね、破壊締めするまであるよね。いや、そう、駅のホームまで行かせない。さあ、とりあえず A ブロック、まあ、パッと見た感じ、全般的なのは、まあ、後々として全般、A ブロックどうでしょうかね。まあ、パッと見た感じ、左側はやっぱ小高のとこ、小高中村紫のこと、ヒデ、焼き鳥、川又のところが他のチームよりちょっと抜けてるかなというふうに見えますけれども、どうでしょうかね。そうね、うん、あとは通詞、大会に強い通詞、大会に強い通詞が田坂さん、カメラ屋さんと組んでるんで、そうですね。しかも通詞はあれですよね、チームメイトが、まあ、キャラクターであったりとか、そのプレイヤーであったりとかで、その頼りない方のが強いんですよ。ちょっとチームが強かったりとかしちゃうと、若干その本気モードみたいな感じで、通詞さんはあれなので、まあ、今回は強い通詞になるんじゃないでしょうかね。まああと岡山から君田さん強いよ。そうですね、確かにね。岡山チームもまあまあ強い、まあ、順番組み合わせによって全然ありますからね。まあ、なかなか面白い。左側はまあ面白いことになるんじゃないかな。右側難しいんだよね。右はまずグッチ界か。まあグッチ界が強いね。
むちゃ強いですね。愚痴会と、まあ、あの当たり方次第でさ、ホワイト企業でしょうかね。うん、まあでも隊長の活躍以下ではホワイト企業普通に死ぬから。そうですね、隊長、猪俣、弟で、あの銀座セレベってこれは池袋、うん、はなんだっけ、ラスベガスかどうで、あのもともとホークだったんだけどベガスから、前回の大会ではベガ出てたんじゃないかな、の剣使っても結構マルチプレイヤーのあれですね、方なので、の結構楽しみですね。まあグッチ界とこの SNS は相当、うん、泥沼の勝負になるかもしれないけど。そうですね、たまあ楽しみですね。まあでもグッチ界ちょっと有利かなって感じますね。まあそれに勝ったチームと、まあ大阪の安藤、高志京、和田の3人がここはね、あの前回の、去年のエストですねの、あれは決勝、準決勝、ベスト8に入ってからの試合じゃないのかな、あの焼き鳥くんと紫のよくそこでガンちゃんと冷静にやったなっていう、あの紫の置き中足立ち台キックできっちり焼き鳥を咎めたという試合がすごい記憶に新しいので、のその新ヒデハウスと増税前のセスナが当たった時の組み合わせ、順番次第では、これだってホークがいる段階で、あのガイルはきついんですよ。けどブランカをホークは嫌がるはずですし、でそのブランカに対してはヒデなんですが、ヒデがホンダ戦は最近すごい強いらしいんですけどね、ちょっとブランカ戦は あまり得意ではなさそうなので、そこら辺どういう風になってるかっていう流れですね、うん、あとは最近この1年非常に力強い、先方行っても中堅でも大将でもどこでも張れる紫、まあ同じく川又もですね、なのでここはすごい見どころかなと思いますね。 A ブロック以上です。じゃあ、まあ、ペロー2回転あたりに大爆発してほしいものところはですね、何かしら どこもね、何かしら光るものがあれば変わると思いますので、まあ10カウントの負け犬も和田君もうまいし、安藤君もね最近実力つけてきてるんで、そうですね、まあただでやられることはないだろうと思います。はい、さあ B ブロック、じゃあ B ブロック、お昼ご飯は大体カレー、がむしゃらジャパン、久し会、週刊レース始めました、大福丸、ラウンドアバウト、大磯、小右衛門のとこにピロシーのとこ、ここ結構しんどくない？これさ相当デスブロックじゃねえB ブロック結構さ、じゃあ抜きに出てここが圧倒的にやべえっていうんじゃなく、ほぼそこそこにやばいっていうのがいっぱいあるね。だって見た中でなんだ、ガムシャラジャパンも全然あるわけじゃん、川島いてミルキーいて東根さんいて、でなんだ久しかいシャル君いてトモザいてのもあるわけでしょ、で連載マオ、エド、西尾君のとこもそうだし、で大福丸、草、黒いワン、ゆずも全然あるし、でラウンドアバウト、A4 店長、ジャイも全然あるし、これやばいな、これ左側は結構、いや右も結構やばいねこれ B ブロック死んだか、B ブロック死んだ感じでしょうかね。これね、あ、まあ全部セロテープに文句言ってください。そうですね、全部全てはセロテープさんなので、まあパッと見たらとりあえず左側これ、まあ多分ね好みだったりとかそれぞれの想像、シミュレーションとかによると変わってくると思うんですけども、じゃあ一斉のせいで1抜け、まあその B 左側だけどこが抜けるんじゃないかっていうのをじゃあ言ってみましょうかね。もじゃあ5秒後4、3、2、1、はあ、どうぞ、僕は、いいですか、先言っちゃって、はい、僕はラウンドアバウト、A4 店長、言うても A4 は S と2連覇してますからね、相性がいいんですよ、でいて店長、割とマルチに、その今、魔王のところをどこが倒せるのかっていうのを今考えたんですけども、で多分魔王下のブロックの連中は魔王さえ倒せればその勢いで多分上の連中も倒せるんじゃないかなと思うんですよね。魔王を倒しておいて上のどっかにポロッと落としてしまうというのは非常に、だから魔王戦で力尽きないことが大前提なんですけども、いやわかんねえよでもこれ非常に難しいと思いますが、僕の一押しはラウンドアバウトですね。なぜなら黒いワンさんが玉なしキャラ非常に強いとはいえ、そう店長で龍がいるっていう段階で黒岩さんのあれが良さが残念ながらいきなり1回戦で生きないんですよ。まあでもこれ当たり方次第でしょ。まあまあね、一応その何でしたっけ、前回の小物道でしたっけ、ジャイアンと黒岩さんでジャイアンがやはり勝ってるというのもあるので、ここは黒岩さんがどんだけ見せれるか、ピロシ、あピロシか、失礼失礼失礼、
あれピロさんや、クロさんやったのはあれか、ゆうべがか、失礼した。長尾さんは決めれない感じですか。これわかんないよ、本当に。個人的には西尾くんが初参加なんで頑張ってほしい。あー、まあそうですよね、そういうふうになりますよね。これね、左側は非常に難しいですよね。非常に難しいです。じゃあ右側、こっちもひどいな。ひどいよ、こっちも。はい、大磯、ハジ、セオ、アラバマ、こいつらそれぞれ一騎当選ですね。一人でもいいんじゃないかぐらいので、45度、90度、180度、小山、恩、津村、中地で、82年、9、ピロシ、金子、友で、バーチャファイダー、ストツーブ。これはあれですね、まあ、シビアな見方をしてしまうと、もう上の3つというか、まあ、大磯でしょうかね。大磯を小右衛門が分からん殺しできるか否か。分からん殺しってなんで立ってんで、このゲーム出て。いや、まあフェイロンは分からん殺し、存在が分からん殺しですから、しょうがないんじゃないかな。分かんなきゃダメだろ、どう考えても。他はハジ君の DJ がいる以上、そピロシが非常に厳しいと思うので、金子ガエル、まあ、うまく当たれる。いや、まあこうど、そう、ハジ、セオ、アラバマをこの45度、90度と方、コエモンの方とピロシの方でどっちが倒せそうかっていうと、まあコエモンの分からん殺しが炸裂するのが一番手っ取り早いかなと。なんで分からん殺しなんて。いやいや、じゃあ分かってても、分かっててもどうしようもないみたいな。分かる殺しだったらいいの、じゃあ、うん、いや、まあまあどっち、まあ、まあ、キャラクターが、まあフェイロンはそういうキャラなので。分かる殺しってイコールなんか単なるキャラ、キャラさ落ち着きみたいな感じじゃないの。まあね。いやー、あと、まあ、トモくん、トモくんの竜もワンチャン全然あるんですけどね。いやー、非常に。で、トモくんはカナダでコエモン殺してるわけじゃん、うん、まあそうですね。そう、コエモンを、そのコエモンをピロシとか、そう、ホンダや竜がいるというのがいるので、そう、どう生かすかなんですよね。まあ、だからゼロ回戦非常に難しいですね。で、どっちがその後の1回戦を、ま、待っている大磯、ハジ、セオ、アラバマに行けるのかっていうので考えたら、コエモンか、まあ、トモ君が頑張るか、まあ難しいですね。もうでも気持ち的には、そのピロシ、金子、トモ、そう、1982年度組、仲良し3人組が頑張ってくれたらいいんじゃないかなみたいなふうには思いますね。で、下の方は、はい、この深谷ロボットと違う。そうですね、そこ見どころですね。これが当たるっていうのがなかなかね、はい、熱いよね。そこ見どころですね。だっていつもね、だってロボットとかで、あのノーモーションの方が、そうですね、仲良くやってますからね、いろいろイベントやったりとかね。で、まあ、それと勝った方と、バーチャファイター、ストツーブ。そうですね。俺、まさかね、このね、嵐さんが出てくれると。それね、ほんと事件ですね。しかもこれ、誘ったのは嵐さんかららしいですからね。マジで？うん。だから、影助は本来 X サガトなんですよ。でもここしばらくあの X 全然やってなくて、で、急に誘われたもんだから、いや、さすがに間に合わねえということで S サガト。で、エントリーと。だから S サガトで見た瞬間に影助僕 LINE しましたから、なんで S なのって。いや、間に合わないと思ったんで、急に誘われたもんだからって。第1回、投撃の時のね、はい、ゲームセンター嵐 の、 そうです、ね、日の森豪がね、はい、大活躍してたからね。もうこの前あれですよ、秋葉原のヘイで、あれキャサオさんに会った時に、嵐そういえばなんか出んだってみたいな、あ、そうですね、出てくれますねの影助と、あと一人大黒地さんです。そうなの、農業も誘ってやれよ。いや、またその政治的に難しい話を僕にされてもみたいな感じで。そういう感じの話をしましたね、うん、ねえ、イースクだったらね、タバコの煙気にならないから、ね、気にならないですよね、確かにね。まあ、ここ、まあ、B ブロックは右左合わしてもこれ大磯ちょっと強くない？強いね、うん。そうか、全あの ABCD ブロックっていう、その全部で見ても大磯は結構強い部類ですよね。そうね、うん、まあ楽しみですよ、ね。まあ、アラバマ強い、アラバマも背負も強いけれども、端くもそうなんだけど、大舞台での上の方の経験っていうのがあんまないから。そうですね、確かに瀬尾くんは準決だか決勝だかぐらいまでは 5on5 とかで行ったことがあるんじゃないかなぐらいですね、うん。でもそうですね、確かに、若さが出ないといいですね。そうね、変にプレッシャーかかって、はい、いつも通りのことをいつも通りにやれれば非常に強い3人だと思います。俺いつも通りしかしてないからな。さあ次、 C ブロック、 C ブロック
左側はまあ一番下に異彩を放つ明らかに変なのがいるんで、ああって感じ、明らかに変なのがいるんで、まあその変なのをまあみんなでなんとか頑張ってって感じの頑張ってってまあいいんじゃないですか左側はまあ水宮くんのね、まあ最年少記録、そうですね、更新されず、さすがにあれですね、もうそろそろややの息子のケイちゃんとかそこら辺のそうシングル代年齢一桁とかが来ない限り水宮くん、しばらく独占でしょう、ね、うん、いやーこれ、いやこれこの武装戦線パート2これでやばいだろうこれ。まあ4代目のエッサガを誰が倒すか、いやでもそういう意味で考えると1回戦の相手はなかなか面白い。そうですね、確かにこけてもあるわけですから。いやこけてもあるというより天才チンパンジーとエクスパの、そうですね、あの動き面食らってなんかそのまま終わっちゃうっていう。あとはね、一応ね、まあ多芸というかその反応の良さはやっぱりその点、あの一品もう超一流だと思われるんです。ハイタネさんのバイソンをうまく4代目合わせれれば、で、あとはバルドグとリュウは頑張るみたいな感じでまあ安藤頑張れよって感じそうですねあとはあれかな、やっぱここクスモンドさんが意地を見せるかっていうところですね。このチームは、うん、そうねまあ一応ここはなんでしょうね、オペマイさんがちゃんとブランカ戦をちゃんと締めれるのか、ブランカ、ホンダ、ね、ブランカ、そうですね、炎で、サガットに対しては頑張ってザンやザンギもホンダも、まあホンダでしょうね、頑張れるのは一番で、リュウに対してはまあザンギももちろん行きたいところですよね。そうね、うん、まあここもうまく噛み合えば、まあ、一応だからその薙野龍太郎チームはまあ全員人間能力高いんで、そうですね、楽しみなところですねさあ右側、右側これは BM、大会補正の入った BM がどんだけ暴れるか、それを止めるかだけだと思うんですよ。あいつ本当大会強いよね。強いです、特に団体戦、はい、あとね、それを支えるね、我慢強さのネモと、あとね、選択肢はね、ほぼほぼ間違ってないんだよ。ちゃんとやってれば非常に強い鈴鹿なんかいいさって時にね、たまに熱くなって絶対これで殺したいみたいな感じをね、その鈴鹿くんが自分の欲に負けなくきっちりダルシムとして、鈴鹿としてではなくダルシムとしての仕事をすれば非常にだと僕はずっと前から思ってますので、正直嫌ですよ。だって鈴鹿がいる時点でガエルと剣は非常に、まあもし当たれるとしたら厳しい状況なので、そこにさらにバイソンがいて非常に嫌ですね、ここは。まああれだよね、僕のちょっとごめんなさい、これ、まあ、プレイヤー目線になっちゃいましたけど、ただまあゼロ回戦ねそのあれバイソン、エスホンダ、エスホーク、そうそう、なので非常にどうなるかっていうところですね。 あと5分、うん、まあ行っていこう、まあうまいことやっていきましょう。まあここはまあ後手にここでしょ、うん、ここ3回言いましたじゃあ D ブロックはまあ永田正月がどんだけね、これだってこれ TMF とか相当嫌でしょ、なんでいいんだよみたいな感じで多分思ってますでしょうね、これね。まああれだよね、昨日心配してた 0-3 勢同士1回戦当たってますよね。あ、それ避けれたのはすごいでかいですね、セロテープ、そこは頑張りました、えらいね、フジモン、フタちゃん、ゆうべが、まあ、ここが一番のゴミチームでしょまあここかな、うん、でもね、このシノニー、前村、小鉄もね、何か起きる、まあ実際強い、非常にキャラクター強いので、こことここ、まあこの623とアジャコングは、はい、何が起こってもおかしくないような、そうですね、爆発力もあるから。で、フジモン、フタちゃん、ユーベガとしてはどっちかって言ったらこっちの方が嫌なんじゃないかな、やっぱバルログ、まあバルログ、フタちゃんいるからかもしれないけど、やっぱその S 流と S サガット、そうね、うん、強いからね、S さん、どっちも非常に嫌ですね、難しいところですよ、ここね。まあでもフジモン、フタちゃん、ユーベガなのかな、ここで申し訳ないですけど、ここ長田さんもここ厳しいですもんね。いや俺はいけるみたいな感じで強気の発言出るんですか。いやチーム戦なんで大人の発言が出ましたね。じゃあ右側、これやっぱこの本田君のキャミー気になりますね。本田君ね、
活躍してほしいね。そうですね。あとはあの海外ウルトラコンボ、アフロレジェンド、リズワンで、まあ、ここも、ね、ここですよ。ここ何が来るやら、ジョーカーだから、ね、単なる。そうですね。さあということで今一通りね、どんな感じのあれなのかっていう部分で、まあ間違いなく上がるのが大磯フジモンのとこと、あとなんだこっちは、こっちはあれですね、小高のとこで、ここが武装戦線、まあ、その4つ寿司区切るんだったら、オペマイ 4代目後藤とフジモンふたちゃんゆうべがに、ここが大磯、ハジ、セオ、アラバマで、こっちが小高、中村、紫なら、どこが相性かね。まあ、8チームあるからね。まあ決勝は、優勝候補は僕目線だとやはりここでしょう。ここでしょうというかこいつ4代目これです。とにかくこれですですね。まあ誰か頑張って倒してくれ。そうですね。ついでまあフジモンふたちゃんゆうべがじゃないでしょうかね。うん、ここまあ小高のとこも全然ね、でも唯一小高が玉持ち一人なので、それはどうなるかというところですね。うん、まあ何がね、焼き鳥川又くんも全然怖いですからね。強いよこれ、うん、ね。ということで今回は ABCD、 まあ B にちょっと偏りすぎちゃいましたけど、まあそれなりにどこも厳しい試合になるんじゃないかなということで、あさってエクセストの2時からという予定にしてましたけど、申し訳ない、30分繰り上げ1時半から本戦開始ということで、よろしくお願いいたします。まあ、きっちり終わって打ち上げやってそうですね、打ち上げ8時からの予定なので、8時までじゃあもう7時半までですね、1時半からスタートして7時半、6時間で何としても終わらせたいので、皆さんのご協力が必須ですので、よろしくお願いいたします。一応まあ追記しておくと、0回戦1回戦は全部1試合ずつやるけど、2回戦からは2大進行です。2大進行できます。あと、かける号みたいに、ダブルイルメーションあるやつの場合だったら、その、勝ちチーム、負けチーム分からしたいために、A ブロックは A ブロック。で、B ブロックは B ブロックってやってきましたけど、今回はもう0回戦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。まあ、見た感じで、ABCD の0回戦やって、A の1回戦という感じので、やってきますので、思ったよりも待ち時間はないはずです。一応自分のまとめたやつで、大体、始まりそうな時間、入れとくんで。はい。なので、それぞれ皆さん、飲んだくれるのはちょっと我慢。その金もあれですよ、負けた瞬間にもう散々飲むはおごられくんで、の酔いつぶさせるわ。もう相手チームに酒死ぬほど送ってもいいわけだ。全然ありですね。そういうような、いろいろね、大人の作戦。会場がね、お酒飲めるところですからね、いつもの子供の対戦ではなく大人の対戦を。あとはね、なるべく若い子に怒ってあげようっていう。あ、それですね、唐揚げとかあれじゃないですか、100人前とかいいんじゃないですか多分、お店困ると思いますけど、水宮君とかハーデストボーイ君とかね、そうですね、まあ、その辺にね、怒ってあげてほしいなって。はい、一応ソフトドリンクもあるので全然あれですね。はい、な感じで、ざーっとちょっと駆け足になっちゃいましたけど、2019年エクセストのトーナメントくじ引き配信以上終了。こんな時間までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここで明後日、明後日皆さん頑張りましょうね。